再会を祝おうじゃないか。久しぶりだな、工藤新一。いや、今は江戸川コナンか。高生探偵を例の薬で処分したのはお前だったな。ガキの姿になって生きていたとはな。工藤新一だよ、忘れたか。いつまでも永遠には続かない、そうでしょう。工藤君、
これで終わりって先だ。このビデオのようにコメントを残して購読することを忘れないでください。どうもありがとうございました。あれれー。